どうも、ルジクニでございます。前回はここカノンの棺の前までなんとか到着したというところでございましたが、この左側だけなんか血にまみれてる気がするけど、結局同じなんだな。こちら側からは開かないようだ。さて、私は撤退いたします。申し訳ございません。あのような魔物、いや悪魔と対峙する鍛錬は行ってきておりませんので、どうかお許しください。悪魔、こちら側から開かない。わお、ここは番犬、ワンコランがもはや腐り果てた肉、コウモリの肉。ここ通れそうだわ。ガチャ、炎の像解除レバー。なるほどね。あの炎の罠も蜘蛛の糸の床も王国の大魔術師さんが作ったんだろ。古代魔術を応用してどうのこうの。何がなんだかさっぱりだが、俺たちみたいなただの戦士でもレバーだけで扱えるって優れもんだ。こんなすごい技術があるなら意味のわからない不気味な施設に置くよりもいい使い道があると思うんだが、やっぱり俺にはわからんよ。パン。ふむ？解除はできたけど。なんかこういう隙間に何かがある。ないか。あんなところに解除レバー。左から行くことね。ここら辺かい？ここら辺かい？入れる。ガチャ。うん。これでここも解除できたよと。どっかから下に行ける。ほら。黒。担当。これはあれかな、リーサちゃんあたりに良かったのかもしらん。人一周殺し。あ、人一周殺しか。へえ、いいかも。特攻付き武器は割とね、いいよね。この左側行きたいんだが。左側行きたいんだが。左側も探索できてないと思うんだが、あそこはぐるーっとまた上から来る感じなのかな、察するに。いやでもここなんかどっかから行けても良さそうだわ。ここ下？あれかな、この上のこっから、ここ下がさらに行ける？行けそうにないね。むむむむむむ、どうやって行くんだあそこ。行けなさそうか？あれー、ちょ、待って、行けても良さそうだ。他のマップから来る感じじゃないかもな、あれ。このさらに右側。ここ、開いてる。開いてないな。あれー？どっか、あれかな？地下かな？どっか地下がある？わからん。わからん！先に進もう。めっちゃ解除レバーあんな。なんかいるが、ワンコー。うわ、ケルベロスだ。ケルベロスだ、これ。めっちゃ炎吐いてくる。薬草ルー。なんか今、ギャオーギャオーって聞こえたけど、気のせいか？なんかギャオーって。なんかギャオーって言ってるわ。気のせい？洗浄室。ああ、あの、ケルベロスがギャオーって言ってんのか。棺の記憶。棺の記憶。一種を計画的に増やすことがカノンの棺の目的だった。一種の力を求めていた。計画的に増やすね。人工一種ってこと？さっさと体を洗え。手間をかけさせるな。俺たちだってこんなにもやりたくてやってるわけじゃないんだ。せっかくの王国の騎士になったと思ったら。向こう側から来るのか。泣き殻はもはや調べなくてもいいか。体への疲れが取れねえ。水が冷てえよ。体が痛くなってきた。アルカムでの暮らしが懐かしい。ボロ屋でもいいからあの暮らしに戻りたい。うわーお。もうワンコー。仲良くしようぜ。仲良くしようぜ、それ。出血か？毒になっとるー。右側開かないよね、多分。開かない。一方通行の場所が多いね。お。
これはどこにつながる？あ、なるほどね、ここか。はいはい。一段階目まではつながったが。あ、なんだ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 。あの青いワンコ。どうもー、どうもー。足が遅くなる罠ってことか。あの足、床の上を歩くととてつもなく足が鈍くなる。あんな映画ミルドンでも一度でも見たことね。おここは絶対俺たちを逃がさないつもりか。どうもこんにちはっす。ただのゾンビ。なり損ない。雲の糸。体が痛い、吐き気もする。俺はどうなっちまうんだ。こんなことなら盗みなんてするんじゃなかった。あの時魔が刺さなければ。イシューを作ろうとしてるってことか。ワンコール。スカージの目玉。赤いワンコ戦ってみるかこれ。やべえか。雷管スロープ。まあなんとかなるじゃろ。言うてなんとかなるじゃろかん。なんか変に、雷管スロープ変身したな今。高速に戦ってたから、見てなかったが。狼男ってことか、なるほど。あれも一種の一種なのかな。ちょっと待って。これは雲の床解除レバー。ガチャ。さらに下に行ける。お、ここ。なるほどね。スバイヘンダー。セラちゃんどう？攻撃力めっちゃ上がるが命中率下がるな。その分防御と正確性を捨てる覚悟がいる。攻撃力はめっちゃ高いけど、フロストっていうのがついてるアイシクレッジもいいかなって思ってんだけど、ここは火力一辺倒でいってみる。火力は正義。火力こそ正義。ツバイハンダー行ってみましょうか。あ、ちょっと待って、扉開けた方がいいな。開けて。ワンコウ。あの赤いところはなんだ？もう無理だ、助けてくれ、やめてくれ、怖い、助けてくれ。とんでもねえこと書いてありますが。手を開けて。なんもないんかい。犬が怖い。ああ、これ番犬ってことなんだな。この囚人みたいなのが逃げ出さないような番犬っていうことなのかな。わー、なり損ない。めっちゃいるやん、なり損ない。そんなに強くないかいいけど。毒になった、もしかして。毒になったー。また血文字か。あの時あいつが見てさえなければ、あいつを殺しておけば、恨めし、恨めし。犯罪者どもってことか。あいつが来た、静かにしてろ。棒でおとなしくしてれば大丈夫だ。言ったが、あいつには気をつけろ。少し前に檻から出せって叫びながら鉄格子の中から手を出した。死に入りの腕があいつに引きちぎられたのを見た。あいつには目をつけられるな。棒の中にさえいれば大丈夫だ。絶対に手出したりするんじゃねえぞ。あいつとは。そんなやべえ奴がいるのか。どうも。どうもこんにちは。あー無理。いすぎだろうこれ。4匹かける何匹いんだよそれ。あーこいつら寄ってくる。しかも寄ってくる系。なんかいるな。なんかあそこにいるぞ。あれなんだあいつ。あいつ目はあまり良くないのか。松明より先のものを見ることはできないようだ。棒の前にある松明までしかあいつの目は届いてない。脱獄のチャンスはある。あいつの目を出し抜いたとしてもどうやって地上までたどり着くのか。囚人全員でクーデター起こしてもしない限り脱獄は不可能か。あーはん、戦ってみる。一応戦ってみるというのも手ではあるのだが、我々の実力ならば倒せるのでは。こいつどうだ、こんにちは。いやー来た。精神を蝕む。なんとかなるじゃろ。まあ言うてなんとかなるじゃろ。精神腐敗。とりあえず打撃、火炙り。何がいっかな。ブラインドスラッシュ。
あ、睡眠。いいダメージ。とりあえずライトニングしつつ、火炙りしつつ、あとなんか良さそうにないかな。ダブルエッジとか使いたいとこだけど、で貯めるか。いいダメージ。魔法防御下げる。はい、スラッシュ。よーし、倒した。レベルが上がった。そんなに強いやつではなかったか。なんかあれだな、出血になってるから直しとくか。さーて、どこまで続くのか、ここ。どこまで続くのか、ここという感じだわ。俺が悪かった、助けてくれ。死ぬ前に太陽が見たい。みんな後悔しとるな。これあれか、一番最初のところに、あーなるほどね、ここと繋がりますよと。はい、オッケー。おつけい。じゃあ上か。おいー無限脇かよお前。それは想定外だが、もうオートでもゴリ寄せる。そんなに強いやつじゃねえ。お宝。これまた出たらおるんかーい。スッとスッと抜けていきましょう。クズどもは苦痛に呼び発狂し、醜い人間になり立てる。それを眠らせ焼き、犬が食う。異種なのに千の人、異種など千に一つも生まれやしない。この実験は失敗だ、失敗に決まっている。はぁ、異種のなり損ないなんだね。毎日クズどもの世話をして行動に向かわせる、おかしくなりそうだ。俺もいつかあのクズどもみたいに発狂して魔物になるんじゃなかろうか。嫌な予感が頭をよぎれない。うわ、またいる。で、ここ足遅くなるゾーンか。ふいー。とりあえず左から。普通に襲ってきよった。この上なんもないように見えるけど、なんもないのにモンスターがいて鍵がかかってるって逆に怪しく見える。怪しく見える。怪しく見えるので探索する。なんもないの？なんもないの？それ。おわ？お、これ解除か。オッケー。で、ここは？あ、通り抜けて。あいつらに逃げる気力なんて残っちゃいない。毎日苦痛に怯え震えながらただ生きているだけだ。見張りと番犬がいるだけでも逃げることなんて考えもしないだろう。ましてや、あの炎の像と雲の糸なのか。あいつらの絶望感は俺たちに想像もできないほど深いものなんだろうよ。想像もしたくはないがな。下の方で何か騒ぎがあったみたいだぞ。もしかしたらこのタイミングで逃げれるかもしれねえ。長年かけて少しずつ抜け穴を作っていたんだ。俺についてはきっと脱出できるぞ。抜け穴。あ、これ。こういうとこ。ちょっと待って。他にも探索できるところが。あるんじゃなかろうかと思っているんだが、もう戦ってもいいんだけどね、別にこいつ。もはや戦ってもいい。あ、なんか状態上になってんな。鈍足みたいな効果なのかな、わからんけど。死んだ、一人。引き返してあげて。とりあえず右側。出たい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 。かゆ馬、かゆ馬。下側の右か、これ。あの感じ。もはや戦ったるわ。普通に戦ったるわ、これ。あーあー、ゆうしゃちゃんまた死んで、これ。右側の探索ができてないか。
違和感のある椅子。寄せる。そうです、下を。あの化け犬どまっすぐに突撃しかできんようだな。突撃する前に一瞬隙がある。あの瞬間横に逃げられ、避けられれば、次の訓練で試してみるか。フリーズイングショット。弓扱いもいないしな、今ロザリンドさんもおらんし。上の解除、ここを解除する何かがないんだ。とりあえずまっすぐ行ってみようか。お、ここね、解除なのね。なるほど。で、復活してる。もう。めっちゃ睡眠させてくるやん、こいつ。じゃ、右側とりあえず行って。お、中間地点か。さて、これは？あ、二段目に出た。なるほど。やるしかねえのか、あの犬を巻くことができれば、あとはタイミング合わせて炎を避けるだけだ。こっから角の先は見えねえが行ってみるか。シンドル川。こちら側から開かない。これは？構成なくして、すごくなし、体を鍛え、心を極めよう。調べてる間にワンコに襲われとるが。こっちは？痛みを、恐れを克服せよ。痛みを乗り越えよ。開かない。この足が遅い状態だと絶対厳しいよな。お。あちゃ。何かが変わった？何かが変わったようには見えないが。とりあえずこのまっすぐ行ってみるか。キュッ。いつも以上に炎の数が多い。日に日に像が増していってる気がする。炎の弾の速さなら反対の通路まで通り抜けられるが反対側がどうなっているかだな。もしも奥にも炎の像があれば、前にも後ろにも進めなくなる。そうなったら終わりだ。終わりだな、これ。あそこの道は進めないか。かいちゃん。炎の像解除レバー、やった。これは？で、ここも解除かな？お、なんか光った。光ったが。ここの炎は相変わらず出っ放しだな。ここの炎の解除レバー？ここが解除されたのか。なるほど。これは？ここでもどっかが解除される。あーんで、あそこの方が解除されたわけか。はいはい。一歩ずつ着実に行こうぜというところだな。で、ここで左側が解除されるのかな？あ、一箇所解除か。なるほど。ここにどうにか行き、たどり着きたいとこだが。まあ、炎をガン伏して、罠ダメージ、足元ダメージじゃないからダメか、これ。この左側どうにか行きたいんだが。待て。スタラバ、ここも解除できた。ただなんか炎は遅くなってるか、これ。遅くなってるにしても必ず一発受けちゃう感じだな。ここ行けばいいか。あ、足が遅くなるのは解除されてる。よし、今だ。危ねえ。あ、で、解除と。はい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 。で、これも解除と。右側はきっと解除されたんかな？よしよし。鍵がかかっている。カノンの棺の鍵が必要か、つまり。これで解除。王国軍で実際に行われている訓練であるか。少なくとも俺はこんな異常な訓練は受けた覚えはないが、囚人どもだってこの施設の異常性には気づいている。あの張り紙に書いてあることを真に受けている奴がどれほどいるものか。悲鳴な感じはまた一人死んだな。犬か炎か。まあ犬だろうな。あたたづけが面倒だろう。とりあえずこれで先に進める感じかな。ゴリオスという。炎をすべて受けてゴリオスという選択肢もあったのだろうか。わからんが。赤いワンコがおるが。赤いワンコこいつ途中、前回変身してたもんな。変身した。大観スロープ変身したが、そんなには強くない。見張りをしている間にも、囚人どもの悲鳴が聞こえてくる。一体どれほど前からまともに寝れないんだろうか。俺は王国騎士は荷が重かったかもな。もう精神が限界に近い。
王国騎士も大変だなこれ。ほんまにうわやめてくれ、訓練はもう嫌だ、頼む行動でならいくらでも働く、頼む、あそこは行きたくないんだ、目の前が真っ白になって。ああ、で下は、あん、ここマップが埋まってんな。あれここどこだ。ここどこだ。ん、ここ来てないな、まだ。なんかぐるっと回ってきた感あるが、熱却処理された、開かないように。あそこも熱却処理できそうだ。ダリアの生い立ち、ちょっと待って、熱却処理できそうなのは分かったが、で上に行ってこの右側行ってみようか。第2、またこれ炎終わるが、ちょっと待てよ、この下の右は、こっちも炎が飛び出ててまともに行けそうにないな、こっちは。なるほど、上の右側が正解ルートっぽいな。わーわー、開かない。ここになんとか行って、下は行けるようになってる。棺の戸建て、回避12、バーン向こう、今こんな向こうつけてんだよな、バーン向こうか。戦闘終了時 MP 回復もいいんだよね、バーン向こうね。あ、いいじゃ、デフォルトでバーン向こうじゃないの、そこんとこ。バーン向こうってわけではないのか、まあ、つけとくじゃ、バーン向こう。普段の強制労働では物言わずに苦痛に耐えている囚人どもをここでは狂ったように泣き叫ぶ。あれのどこが訓練なんだ。鈍足にされた状態で犬や炎から逃げ回る囚人たち、見てるだけ吐き気が燃え寄す狂気だ。あの方々は鼻から囚人を鍛えようなんて思っていない。できるだけ早く効率よく囚人に苦痛を与える方法を見つけようとしているだけだ。解除されたか。こっちはまだ解除されてないんだが、向こうへ犬ころめ、わあ、食わないでくれ。ここ解除か。解除じゃないっぽい。この施設は抜け道が用意されてるらしい。万が一の事態のためにお偉いさんがすぐ逃げるためだとか。どうせなら俺たちにもその抜け道を教えてくれってんだよな。抜け道ね。私にもその抜け道を教えてほしいところではございますが。死を恐れるな。どうして犬どもは床に乗っても足が遅くならないんだ。魔法でもかけられているのか、それともアーティファクトが。俺たちはこんなに体が重くなるっていうのに。あれ、向こう側がこれで解除か。で、これここ解除。ぐるっと回ってきたな、これ。で、あそこのこのが解除。これであれか。ぐるっと回ってこれたよってことか。もう何日も太陽を見てない。計画の成果が出るより先に俺が狂ってしまいそうだ。今日はあの方が来た。ここよりもっと仮想で実験を行うらしいが。仮想。とりあえずこの下は？おぉ？床から魔力を感じる。抜けられる。像を魔力床に設置してから起動。像を魔力床に設置してから起動。右側から来る感じか、これ。ということは？これ、ああ、ここだ。だこれドンで起動。最新型単発式火炎放射像。何かが起きた。うわー、
処理されとる。なるほどね。あ、ここの場所か。なるほど。はい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 。左上、マップ埋めて。下側のあいつもどうせなら処理してほしいとこだわ。ここはまあ抜けられそうだな、頑張ったら。抜けて。あ、で、左側も熱却処理と。熱却処理したから宝回収しとくか。せっかく熱却処理したんならば。この左も回収して。もう MP が切れてもってるな、これ。なんかある。お。雲床解除レバー。像を設置してから、どこに像を設置すんねん、それ。他に像を設置できる場所あったか？下のやつはまあいいとして、右側か。気合で抜けるしかねえってことか、これ。気合で抜けるしかねえってことか、これ。で、右側行ってみるか。今だ！いやー！もう、MP がない！なぜみんなガードした？なぜみんなそんなにガードしたし、ここを設置だな。あ、上から抜けんのかもしれません。とりあえずガチャコン。やってやったぜ。で、ケルベロスーさんもおりますが、何の問題もない。いい毒、ああ、毒を解除するための MP がもうない。で、浄化のジェム使うか。よし。これは？あ、ね、右側ね。はいはい。ここら辺どっかで抜けられる？あの像をどうにかしたいんだが。ちょっと待って待って。こう抜けてこっち、ああ、なるほどね。これで最新式ホニャララ、ホニャララホニャララで、あいつがもう二度と復活してこないようにできるわけだな。よーし。いやー、いるんかい。違うやつってことか？お、ジェム。失敗作収容施設。この収容所の至るところにある網目の床は死んだ罪人の魂か何かを地下ログに送るためなんだってよ。異種が生まれやすくなるらしい。俺みたいな戦士からすればもはや錬金術師並みのオカルト人だ。そうだかな。ガチャ。ガハハハハハ。これ誰かまっすぐ下に向かえばいいのかな。あとは。よーし。第一階層。つうところで、棺第一層まで来ましたが、つうところで一旦今回この辺にしとこうか。はい。いやー、なかなか、スリリングな場所でございましたが、というところで、今回はこの辺にしておきましょうか。また次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。